こんにちは、のむのむです。このビデオでは、量子もつれとベルの不等式のビデオの補足として、電磁波の変更と光子の変更の関係、変更角度差と通過率の関係、無変更の光子とは何か、などの補足説明を提供します。量子もつれとベルの不等式に関するビデオでは、光子一つ一つを黄緑色の球体で表し、その変更方向を矢印で表現しました。このビデオではその様子を波動としての光で表現し、起きている現象をよりわかりやすく説明します。光は電磁波の一種であり、電波の振動と磁場の振動が相互に影響を与え合いながら進んでいきます。この画像で黄緑のカーブが電波の振動を、濃い赤のカーブが磁場の振動を表します。電波の振動がこの動画のように平面内に収まる場合、その光は直線変更になります。この場合、電波の振動方向と変更の方向は一致します。ここからは磁場の振動の表示はやめて、電波の振動のみを表示します。電波は別の電波から合成して作ることができます。例えば、この図でベクトル D で表される電波は、垂直方向の電波ベクトル V と水平方向の電波ベクトル H を合成して得ることができます。V との角度差を θ と置くと、D は V コサインシータと H サインシータの和で表すことができます。θ が0の場合、ベクトル D はベクトル V と一致します。また、θ が90度の場合、ベクトル D はベクトル H と完全に一致します。θ が45度の場合、ベクトル D はベクトル V と H を等しい割合で合成したものになります。これを式で表すと、D イコールルート2分の 1V プラスルート2分の 1H となります。また、V と H の混合の比率を変えることにより、任意の変更方向を持つ光を合成することができます。これとは逆に、例えば θ が45度の光が垂直の変更フィルターを通過する場合、元のベクトル V の成分に相当する光が、ベクトル D の光が変更フィルターを通過した後に現れます。一般的に通過前の光の垂直方向からの角度を θ と置くと、通過後の電波ベクトルの大きさは、ベクトル D のコサイン θ 倍になります。電波の大きさがコサインシータ倍になりますので、流れる電流の大きさもコサインシータ倍になります。電力は電圧×電流で求められますので、光のパワー、すなわち明るさはシータのコサインスクエア倍になることがわかります。では、以上の関係を光子一つ一つについて表現してみましょう。これは斜め45度の変更角を持つ光子が垂直の変更フィルターを通過する場合のアニメーションになります。この時、光子が変更フィルターを通過する確率は45度のコサインスクエア、すなわち2分の1になります。光子の変更状態ケット D は垂直変更状態ケット V と水平変更状態ケット H の重ね合わせで表現されます。この時、係数 α と β は α 次乗プラス β 次乗イコール1である必要があります。また、この時、α 次乗は D が V と一致する確率を、β 次乗は D が H と一致する確率を与えます。D の変更方向が Y 軸と角度 θ をなす場合、電磁場の式と同様に α は cosθ に、β は sinθ になります。D が垂直方向の変更フィルターを通過する場合、D が V に収縮する確率は
この式のようにシーターのコサインスクエアになります。この時光子の数が全体の明るさになりますので、光子の通過確率がシーターのコサインスクエアで表されることは、光のパワーすなわち明るさがシーターのコサインスクエアで与えられることと一致します。光を電磁波として捉えた場合の明るさの変化が光子一つ一つの通過確率に相当するということです。では無変光の光子の場合はどのようになるのでしょうか。もう一度45度の直線変光の光子の場合を見てみます。この場合、ベクトル V とベクトル H の合成により、45度の直線変更の電波 D が得られましたが、実はこの時に、ベクトル V とベクトル H の波の周波数と位相が完全に一致している必要がありました。そもそも、複数の光子から合成される光の波形が、一つのサインカーブで表されるためには、単一波長で位相が完全に一致している必要があります。これはコヒーレント光と呼ばれる光ですが、これは特殊なレーザー発信機でしか生成することができません。本やウェブなどではよくこのようなサインカーブの図を目にしますが、実際にはこの状態は非常に特殊な状況であると考えられます。また、例えばV と H が完全に同じ周波数であっても、その位相が90度ずれていると、合成された電波はくるくる回転する電波となります。これは円変光と呼ばれます。次に V と H に全く相関がないような場合、合成された電波はランダムな方向を向くと考えられます。実はこれが無変光の光になります。例えば太陽からの光はこの無変光の光であると考えられます。特定の周波数ではないので色は白くランダムな変光方向を持っています。無変光の光子もケット V とケット H の重ね合わせ状態で表現されます。ただしこの場合、変更方向の確率が360度のどの方向に対しても均一ですので、変更フィルターの通過確率は確率コサインスクエアシーターを360度にわたって積分することで求められます。これにより変更フィルターをどのような角度に設定しても、その通過確率は常に2分の1になることが計算で求められます。また、無変光の光を変光フィルターに通すと、その変光フィルター方向の成分のみが通過し、ランダムな周波数及び位相の電磁波が生成されます。これを光子一つ一つのアニメーションで表現すると、単に2分の1の確率で変光フィルターと同じ変光を持つ光子がフィルターを通過するということになります。補足説明は以上になります。どうもありがとうございました。